サイドバック、ディフェンダーでありながらサイドで絶え間なく上下動を行い攻撃にも貢献。近年では攻撃のキーになるのはサイドバックとも言われています。今回はベガルタ仙台の歴代サイドバックを勝手にランキング化していきたいと思います。それでは行きましょう。本編を始める前に一つ、ベガルタ仙台は4バックである時が多かったんですけれども、3バックである時代もありました。その3バックの時はウィングバックというポジションがあり、そしてサイドバックというポジションはありません。4バックの時にサイドバックをやるだろうなというようなウィングバックの選手は今回の対象にし、サイドミッドフィルダーになるだろうなっていうようなウィングバックの選手は今回対象外としております。2018年メンバーで例えるなら、ハチスカや長戸はサイドバック、関口や中野は攻撃的ミッドフィルダーという扱いになります。よろしくお願いいたします。また対象となる選手に関してはウィングバック時代の活躍も加味したランキングとなっております。それではいきます。第10位、中田陽介。2004年に駒澤大学から加入。この2004年のルーキーは当たり年で、昨シーズンまで16シーズンベガルタに在籍していたレアン4期、現在も所属している関口国光、当時の J2 史上最年少得点を記録した万代博樹と、いろいろいる中の一人が中田陽介です。無尽蔵のスタミナが売りで激しく上下動を繰り返してくれます。もともとはサイドミッドフィルダーでして、ルーキーシーズンの2004年はウィングバックとして出場していましたが、2年目の2005年シーズン途中、津波監督のもと右サイドバックにコンバートされ、その後チームの勝利に貢献しました。しかし翌シーズン、とある選手のコンバートによりポジションを失ってしまい、2006年オフにチームを去ることになります。このタイミングで惜しくもランキング外とした選手を何人かご紹介したいと思います。ベガルタ黎明期にプレーした複数ポジションを守れるガヤエイジ、岩本テルと息の合ったコンビネーションで J1 昇格と J1 残留に貢献した村田達也、 J1、J2 通算71試合に出場した森川匠、彼らを差し置いて10位が中田陽介なのかっていうのは、正直ですね、すごくまあ難しい話でございます。今挙げた選手で優劣をつけるのはとっても難しかったんで、ごめんなさい。今回ですね、生え抜き選手を贔屓しました。第9位、根本雄一。和製ロナウドとか浜のメッシとか、いろいろなあだ名がありますが、彼のあだ名は美白のロベカルでした。これをつけた人はですね、称えてるのかいじってるのかですね、ちょっとなんかどうなんだっていうちょっとあだ名ですけれども、まあ、この美白のロベカルってものすごい今でも印象に残ってますね。そのあだ名のごとく左足のキックが売りの選手で、2003年にベガルタに加入、当時アテネオリンピック日本代表の有力候補の選手であり、同年、まあ今はないんですけど J リーグオールスターにも出場した選手です。在籍は1シーズンでしたが、ベガルタの選手として国際舞台や J の祭典に立ったってことを評価して今回9位としました。第8位、村上和弘。もともと中盤の選手でサイドバックもやってはいましたが、本格的にコンバートされたのは2005年津波監督の元だったと記憶しております。いやいや違うよっていう方はですね、コメント欄に、いただけると嬉しいです。年に一度目の覚めるような強烈なミドルシュートを叩き込むインパクトのある選手で、そのシュートはカムキャノンとして親しまれていました。2001年から2006年までの6年間チームに在籍しておりましたが、その後複数チームを経て2014年途中にベガルタに復帰、そして2015年をもって現役を引退しました。延べ7年半でリーグ戦通算135試合10ゴールを残しました。ちなみに2006年オフにベガルタを契約満了になった後、トライアウトを経て川崎フロンターレに加入、強豪川崎のスタメンを奪取し、リストラの星と話題になったため、ベガルタ以外の J リーグサポーターにも認識されているかもしれません。ちなみにその村上はですね、川崎で左サイドを担当していたんですけれども、その時右を担当していた森雄介も元ベガルタの選手です。彼もサイドバックとしてこのランキングの候補に入ってはいたんですけれども、速攻が悪すぎたので今回ちょっとランク外としました。第7位、磯崎啓太。2005年にベガルタに加入、加入した年は村上と激しいポジション争いを繰り広げていました。
カムキャノンが売りの攻撃的なタイプだった村上に対し、磯崎はバランスの取れたタイプでした。翌2006年は完全にポジションをつかみ、延べ4シーズンで105試合1ゴールの活躍を見せてくれました。第6位、田村直也。中央大学から2007年にベガルタに加入。大学時代はボランチでしたが、ベガルタに加入後はサイドバックに転向し活躍。左右どちらもできることから3番手のサイドバックとして重宝されておりました。ただ当時のスタメンに怪我が出ることがすごい多かったので、スタメンで出ることも多く、7シーズンで160試合5ゴールを記録いたしました。第5位、パクチュソン。2009年にベガルタに加入。 J2 優勝、 J1 昇格に貢献。2011年の J1 リーグ戦4位、翌年の J1 リーグ戦2位にも大きく貢献しました。左足のキックが売りの選手でしたが、記憶として鮮明に残っているのは、そのすごい良かったっていうところだけではなくて、なんかですね、愛くるしい部分がありまして、コーラが大好きで、おおよそね、サイドバックらしくない体型をしていて、しょっちゅう試合途中にですね、足つって途中交代してたなーっていうのがすごい印象的です。ただその途中交代した試合は全勝というですね、謎のジンクスがあったりもして、非常に愛された選手でございました。第4位、石川直樹。2013年にベガルタに加入。細面な顔に似合わぬ闘志あふれたプレーが売りの守備的なサイドバックです。特に印象に残っているのは2014年、アーノルド体制の中ですね。開幕から連敗を重ね、もういつ士気が下がってもおかしくないような時に闘志あふれるプレーでチームを支えてくれました。4シーズン半在籍して126試合6ゴールの活躍をしてくれました。個人的にはもうちょっとね、上に行くと思ってた選手なんですけれども、トップ3なかなかいい選手が揃っておりますので、今回ですね、はい、4位とさせていただいております。ではその3位は一体誰か。第3位、長戸克也。法政大から2017年に加入。ルーキーシーズン開幕スタメンをつかみ、3シーズン在籍で76試合2ゴールを残しております。また、正確な左足からのアシストが武器で、3シーズンで16アシスト。2019年には10アシストで J1 アシスト王にも輝きました。そんな選手が3位なのかって話なんですけれども、長戸がフルで活躍したのは2019シーズンのみです。2017年は怪我で16試合、2018年は中野とのポジション争いで13試合しか先発していません。2019年の活躍は目まぐるしかったのですが、今回ですね、そういう点から3位とさせていただきました。あと個人的には鹿島に移籍してしまったのは寂しいでございます。せめて海外行ってほしかったなーって思っております。第2位、蜂須賀浩二。仙台大時代の2012年に強化指定選手として、翌2013年からは正式に加入。ベガルタ一筋プロ8年目の選手です。キャリア序盤は途中出場が多かったのですが、2018年にスタメンを確保。今では確固たる主力となっております。142試合4ゴール14アシストを残しております。180センチのサイズと身体能力があるものの、割とキャリア序盤はですね、怪我がちの選手だなってイメージがあったんですが、まあもうここ最近ではですね、大きな怪我もなく安定してプレーしてくれています。今所属している選手では4番目の子さんという感じですね。ここですね、パックンとか石川とか長戸とかの方が上なんじゃないかっていう人も多いかと思います。僕もそうかなと思ってたんですけれども、やっぱ彼のベガルタ一筋8年目のですね、この残してきたものを見た時に、結構なんかこう知らず知らず、まあ、いつの間にかね、大きな存在になってたんだなっていうのを改めてこう見返して思いました。なので僕は胸を張って今回蜂須賀2位とさせていただきます。第1位、菅井直樹。2003年山形中央高校からベガルタ仙台に入団した生え抜き選手です。加入当初はミッドフィルダーだったんですけれども、プロ4年目の2006年、サンタナ体制で右サイドバックにコンバートされ、そこで一気にポジションをつかみます。あの中田陽介選手がですね、ポジションを奪われたあの例の人って10位の時に言ってるのがこの菅井直樹でございます。はい、リーグ戦 J1 J2 通算389試合40ゴールという成績はですね、サイドバックではダントツの数字でございます。
継続的貢献度から言ってもそうなんですけれども、サイドバックですよ、ディフェンダーの選手ですよ。なのにもかかわらず40ゴール上げてるっていう、この得点力の高さという能力面で見ても文句なしの1位だと思います。いや、むしろ菅井選手以外で1位はこの人なんじゃないかっていうですね、そういう意見があればぜひともコメント欄にください。僕は間違いなく彼がサイドバック部門1位だと思ってます。で、こんな感じで言っていくとどんどん話長くなってしまいます。で、以前ですね、菅井が引退した時に15分程度のですね動画を作っております。もしよかったら概要欄にリンク貼っておきますので、そちらもぜひともご覧ください。いかがだったでしょうか。前回のセンターバック編でルバイッチとエリゼウが入ってほしかったという意見をですねたくさんいただきました。エリゼウは候補に入ってたんですけれども、最終的には外してしまいましたね。惜しくも枠というか、そこで触れとけばよかったなとはちょっと思っています。ちなみに見た目がかっこいいセンターバックランキングだと僕は間違いなく上位に入れていたなというふうに思っております。ルバイッチはですね、改めて功績をこう振り返ってみると、これはトップ10入りさせるべきだったなと今ではちょっと思っています。いかんせん私ブランメル時代がですねちょっと弱いんですよね。なのでこの動画だけではなく他の動画でも、いやブランメル時代にはこういういい選手もいたんだよみたいな、そういうコメントをいただけるととってもありがたいです。次はボランチ編をやりたいと思います。不定期更新ですので、しかも結構ねサイドバック編センターバック編からね時間いちゃって申し訳なかったんですけれども、ちょっとまあなかなかですね定期的な更新難しいのでですね、はい、楽しみにしていただける方はですねチャンネル登録お願いいたします。すぐに見たよって方はベルマークも押してみてください。それでは